過ちが暗黒から魔人を呼び出した。世界は闇に包まれ、人は生き絶え、王国は滅んだ。だが暗黒と対すべく勇者たちは立ち上がった。英雄たちは長き死闘の末、ついに魔人を地の奥深くへと封印した。かくて世界は光を取り戻した。生き残った6人の英雄は各地へと去り、新たなる王国が生まれた。それから34年、アレクラスト大陸の南に位置するこの大地を人はこう呼んだ。呪われた島ロードスと。